今年5月22日に人気絶頂の最中にグループを脱退し、同日にジャニーズ事務所も退所した元キング&プリンスの平野紫耀、26、と神宮寺勇太、25。その後、二人は元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏、41、が立ち上げエンターテインメント会社、トベに合流したことを電撃発表し、世間はあっと驚かせたばかりだ。トベ入りした二人が今後、滝沢氏とタッグを組んでどんな活動をしていくのか、楽しみにしているファンも多いのではないでしょうか。大手事務所を離れたならではの自由度の高さに期待をする声も少なくはありません。女性指揮者。当然、二人の今後のプライベートにも注目が集まっている。ジャニーズ事務所時代と違って、プライベートも許容範囲が広がるのではないでしょうか。平野さんや神宮寺さんの熱愛話などが耳に入る日も遠くはないのかもしれませんね。全道。そこで気になるのが二人の恋愛事情。雑誌、ポポロ、麻布台出版社、2019年12月号では、キンプリのメンバーが、女の子にリクエストしたいことという質問に答えていた。スキンシップ多めだと嬉しいと大胆発言も、前述の雑誌、ポポロのインタビューの中で、おうちデートでしたいことは？との質問に対し、平野さんは、今、部屋の家具の配置を変えて気分転換したいのね。この椅子をこっちに置いてとか、一緒に部屋の模様替えが理想かな、と答えていました。一緒に部屋の模様替えなんて、まるで同棲生活を妄想させるような答えですよね。一方の神宮寺さんは、映画を見ようか。一緒に映画を見ている時に抱きついてきたりとか、スキンシップ多めだと嬉しいな。女性からの大胆なスキンシップを希望するような、こちらもかなりドキドキするような願望を口にしていたのです。前室の女性指揮者。ちなみに、女の子に甘えたいタイプか、甘えられたいタイプか、とのクエスチョンに対しては、平野は甘えられたいタイプだと明かし、いつもで甘えてほしい。基本的には、頼られたらそのすべての答えてあげたいと思うよ。ゴキブリ退治とかも、全然問題なし、と語り、神宮寺は、甘えられたいが8割、甘えたいが2割と話していた。あの女性シンガーが大人気。同誌では、カラオケで女の子にリクエストしたい曲は？との質問もありました。これに対して平野さんが、俺が好きだからというのもあるけど、あいみょんさんは歌が上手くてハードルが高いから、上手に歌われたら惚れちゃうと思うと答えると、神宮寺さんも、マリーゴールドはやっぱりいいね、と打ち明けるなど、どうやらこの頃のキンプリ内ではあいみょん人気が高かったようですね。笑い、前室の女性指揮者。この先、女性ボーカリストとの熱愛、なんてこともある。画像、まるでダブルデート。神宮寺勇太と平野紫耀の激レアプライベートショット。平野との私生活を披露した神宮寺。レアなプライベートショットに、平野と神宮寺と4人でダブルデートに来てるみたい、と妄想を膨らますファンも少なくない。